どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレを使ってどんどん音楽ができちゃうよということで、日々簡単レッスン動画をもりもり公開しております。今日もレッスン始めていきますよ。はい、本日は G ラボウクレレのガズモデルとシンプル簡単バージョンでは G ラボの初めてウクレレ使って始めていこうと思います。この G ラボのウクレレ、皆さんお手に取ってもらう期間がこちらになっております。ポップアップショップがオープンです。大阪です。6月10日から12日の間、エキスポシティララポートエキスポシティ島村楽器店さんの一角で開催です。皆さんぜひ足を運んでください。めちゃめちゃいいウクレレですよ。さあ本日レッスン始めていきましょう。課題曲、今日はですねやばい曲やります。今ですねものすごいこう SNS を中心にもうねもう話題沸騰、もう騒然です。はい、こちらです。ドン、ろくでなしのただ声一つ、こちらを取り上げてみたいと思います。このろくでなしというのはですね、SNS 初の謎のシンガー、ニンジンさんの、まあ、プロジェクトでございまして、これがもう世界中でですね、もうものすごいこう、支持されているわけですよ。SNS 総フォロワー100万人というふうに、言われてるんですけど、でもそれを置いといたとしても、すごくこう、僕らの心に触れる歌詞とメロディー、これはね、演奏してみたら、さらにね深いところまでこう刺さる感じしますからね、ゆっくりでいいんでやっていきましょう。でしかも今回フルコーラスバージョンでいきます。感想の部分はショートカットしてるんですけど、歌の部分全部取り上げてますからね。はい、ぜひトライしてみてください。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしてるガズレレ流超シンプル簡単バージョン、めちゃくちゃゆっくりやるんで初心者さんでもできるはず。コードは7個ですからね。でも入門コードなんでバッチリだと思います。後半のかっこいいバージョンはですねちょっとやっぱり難しい。というのもいろんなリズムがこう織り交ざってあの独特の世界が構築されてるんですけど、あの感じをこのちっちゃいウクレレ1本で完全再現試みています。2バージョン最後までぜひともご覧になってトライしてみてください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽ってね聞くのもいいけどやる方がもっと最高。今ご覧になってるガズレレ YouTube 見てたら本当にどんな方でもあっという間にすぐできます。概要欄に貼っとくんでぜひウクレレ始めてください。でもねガズレレってもう2000曲ぐらいのねレッスン動画取り上げてるんですよ。どうせ練習するなら基本マダンナートはみんな好きな曲でやった方がいいと思うから、みんなの好きな曲スペースガズレレという感じで YouTube の中で検索するときっと出てくると思いますよ。ぜひ楽しく音楽始めていきましょう。さあレッスン入っていきましょう。ろくでなしのただ声一つ、まずは初心者さんにもできるようにしている超簡単アレンジしているガズレレ流簡単アレンジバージョン、ゆっくりとやってみる。 1,2,3,4 でんでけでんでけでんでけでんでんI'm not afraid to die.
ろくでなしのただ声一つ、ガズレレ簡単バージョンやってみました。いかがですか？この切ないメロディーと何とも言えない不思議な世界観。そしてやっぱり歌詞の内容。これはね、読み解くともうなんか切なさが。まあでもこの音楽って感情表現ですから、まあそこに乗っける。ぜひ皆さんやってみてください。さっきも言いましたけど、フルコーラスです、歌のところはね。で、やっぱり歌のメロディー、これはですね、悶絶レベルで難しいですよ。歌の歌い出しも、続く時間のかけらを待つ。なるほど。音程差。高低差、音程低いところから高いところまでもすごい幅があるんですよ。これはね、なかなかね、でも、やりがいがありますんで、じっくり取り組んでみてください。ガズレレの動画に歌詞と、コードが出てますから、ゆっくりでいいですからね、いずれやってもらって、1個目のゴール設定としては、今の簡単バージョンのガズさんと一緒に合わせてできるようになったらすごいと思います。で、これ、最後のね、ラップのところもすごいもんね、吐き出す気持ちは簡単で、でも生きるの難易度、こういうところもリズムに乗っていくと考えると、なかなかですね、シンプル簡単バージョンも、歌はね、で、コード、演奏のところは結構簡単になっているというふうに思うんですけどね。はい。まず1個目のゴール設定は簡単バッター合わせるように、そこまではちょっと練習していただいて、もしできるようになった方、これすごいですよ。おめでとうございます。できるようになった方はね、どんどん次のステップ行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけでね、どんどん歌ってください。歌って演奏してリズムを生み出して音楽を生み出す。これが最高なんですけど、やっぱ最初から歌詞とコードを全部覚えるっていうのはもうなかなか、これはもうほぼ無理なんで、最初はやっぱり楽譜みたいなものを見て、何回も何回も何十回も何百回も練習して、いずれは覚えちゃって、大空に向かって、夜空に向かって歌う。こんなのが素敵だと思うんですけど、まずは楽譜練習がいいと思いますね。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、ガズさんがこの手書きで書いてるこのノートがあるんですね。このノートに書いている、このノートを使って今やりました。これすごいです。今日ビチビチですからね、2枚にわたってます。はい。もうちょっとしたらカメラに向かってこんな風に映して、みんなもこんな風に書いてやったらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今すごく便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブです。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動を頂戴して、今日取り上げたただ声一つを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のね、もう山のような楽譜の中から毎月5曲お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードしてすぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回、全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めて、もうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい。それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムも、スタッフ、ガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるんで、そんなもんは盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で、毎週2回45分のライブ配信、テーマを決めて、ものすごくマニアックに、わかりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと、毎朝4時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですね、ガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開しているということで、毎朝7時半から365人とってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。ただ声一つ、ろくでなしです。今日は2枚に渡ってるんで、1って書いてあります。はい、こっちにもね、渡ってますよ、ということで。見ていきましょう。これね、ちょっと見てもらうとわかるんですけど、下にくるっと囲ってあって、これ、ワンブロックのコード、G7、G7、C、G7。これ、かっこいいバージョンではこれ弾きます。今のシンプル簡単バージョンは上の段を弾いていきました、ということです。で、ここも見てもらうとわかるんですけど、これ、かっこいいバージョンではこう、弾き方、ガズページを弾きますよ、とか、ここもね、ちょっと不思議なキメがね、入ってくるんですけど、これ、かっこいいバージョンはなかなかね、難しいということなんですけど、だいたいパッと見てわかるのは、下の段に書いてあるやつはかっこいいバージョン、上の段は簡単バージョンっていう風に、覚えておいてもらうといいかもしれません。まあとはいえ、ここに伸ばすみたいな共通のものもあるんで、伸ばすところはしっかり伸ばしていきましょうということなんですけどね。ちょっとそれを最初にお伝えしといて、画面にこうやって映しておくので、お時間ある方は一時停止して書いていってください。それと今ご紹介させてもらったガズクラブで、今日この楽譜のデータをねダウンロードしてもらってご活用いただくのもめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴はこの歌詞の上にこの点とかこの V があるんですね。これで
リズムが分かるようになってます。ここの A メロのこの言葉の区切るタイミングとか、めちゃくちゃ難しいですからね。なんでこれですごく参考になると思うんですよね。この点と V で、これ休符ですからね。なんでこういうのが分かると、より早く歌が覚えられて、なおかつガイドになるということで、ガズノートの特徴です。あとは歌詞カードには出てこない、伸ばすところとか、結構出てきますからね。言葉のタイミングとか、この位置関係もかなりいいと思います。ぜひガズクラブもご活用していただいて、この手書き楽譜も、ご活用いただきたいんですけど、お時間ある方はメモってください。まずここまで行きましょう。イントロからサビ1まで。これもね、すごいですよ。ですか。コードが結構変わってきたり、疾走ビート、ノリがね、いろいろ変わってるリズムが登場しますからね、かっこいいバージョン。はい、じゃあここで、ここ間奏というか、ちょっとワンブロックちっちゃくなってますからね。これイントロのコード進行を2回回してるということですからね。ここにも歌が入ったりとかしてます、間奏。そしてここから2番ですね。じゃあ2番からサビ2というか、ちょっとここを伸ばす、ちょっとおとなしくなるところですね。はい、一時停止で、まあなかなかなもんなんですよ、これは。ここの2番はね、かっこいいバージョンがすごい特徴的な弾き方、後で解説しますけどね。そして、サビの2が終わったら、見てください。サビ1に戻ります。サビ1っていうのはここですね。もう1回これをやります。で、2回目のこのサビ1が終わったら、今度こっちにクリリンパッとなります。これも最後のね、盛り上がるバージョンな、繰り返しのラストのところなんですけど、はい。ここも映しておきましょう。で、極めつけはこの最後のこの2行のこのラップです。もう見てください。もう書ききれないぐらいのこの早口が並んでますけど、ここはね、でもあのノリを掴んでしまうといけると思います。コード進行簡単だしね、繰り返しですからね。そう、コード進行は結構パターンで繰り返しだし簡単だと思うんですけど、やっぱりこの歌が絡むとなるとなかなかということ。で、ここまでやって、ちょっとこう一瞬止まって終わる。F で終わる。これがかっこいいところです。これがガズレレア簡単アレンジで、一応感想以外はフルコーラスバージョン。やってみてください。出てくるコードご紹介シンプルですよ、今日は。7個です。C と Am、F と Dm、G7、E7、Em7。これ今映ってるコードは、超絶入門コード。これ簡単ですよ、めっちゃ。これは、これです。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいクレレで音楽始めた人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ。10個もあんのかと思うかもしれないんだけど、入門コードだから1個ずつ見たら超簡単。だけど、バンと1個ね、初心者の人が10個いっぺんに覚えようと思ったら頭がごちゃごちゃになりますから、押さえる場所と名前がごちゃごちゃになる。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃわかりやすくて楽しい動画、概要欄に貼っておきます。さあ、そしたらかっこいいバージョンの解説に入っていく、その前に、歌、これはですね、さっきも何回も言ってますけど、この歌のメロディーラインは、なかなかすごいですよ。なんですけど、一回覚えちゃうと忘れない。これが不思議なところで、僕、ガズさんも昨日これを聞いて、覚えたんですけど、朝起きたらですね、もうね、結構覚えてました。すごい特徴的なんで、覚えるまでは大変なんですけど、覚えちゃうとこれが心地いいんですよ。これがね、このね、ろくでなしのただ濃い一つの特徴かなと思いました。すごい難しいんだけれど、一回この何かを掴むとですね、すっごい気持ちがいいです。はい。ぜひトライしてみてください。ということで、ここからかっこいいバージョン入っていきましょう。かっこいいバージョンはコードは全く一緒なんですけど、ワンブロックコード4つってのはすごく増えますんで、ちょっとテロップなんかをよく確認して、見てください。あと、かなりスピードは速くなりますからね、かっこいいバージョン。ここがキーポイントです。で、かっこいいバージョンでは弾き方、ちょっといろいろ出てくるんですけど、今日出てくる弾き方ご紹介です。こちらです。ドーン。まずこれ、ガズペジオと、あと、疾走ビート。これが今日いいかなと。で、これ疾走ビートも2段階にしようと思ってて、ガズペジオと疾走ビート、あともう1個、この疾走ビートに16ビートの要素を加えたものは、最後の方ではちょっと取り入れていこうと思います。今映ってるこのリズムの弾き方は、概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところで、解説してますんで、ちょっと概要欄見ていって、弾き方わかんないなという方はそこでね、動画で、バッチリマスターしていってください。今日はね、この疾走ビートの後半で出てくるこのちょっとね、16ビートの要素が加わったってやつがね、そこには出てこないんで、ちょっとこの後解説するんですけど、まあ、弾き方としては結構シンプルな弾き方だと思います。ちょっと全体の流れを通してリズムの解説もしていきましょう。最初、イントロから1番はガズペジオでいきます。ガズペジオっていうのはこんな感じです。ちょっとピアノっぽいイメージを、出したい時にガズレレでよく使う弾き方なんですけど、これはね、結構弾くのは簡単。だけどリズムキープを続けて、淡々と弾いていくっていうのはちょっとね、難しいところではあるんですけど、まあまあ、動画でやったら、やり方はすぐマスターできると思います。ちょっとイントロやってみましょうか。ワンブロックコード4つが出てきますからね。ワン、ツー、スリー。お、でんでけでんでけでんでけでんでんでんでけでんでん C G7 でんでけでんでけでんでけでん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 こんな感じ続く時間のかけら
と冬に入っていくんですけど、ここでですね、ちょっとこの後、集めている忠相、これ歌詞の中で一回ちょっと一瞬止まるところが出てくるんです。そこすごく分析しました。ちょっと聞いててください。一番の A メロです。続く時間のかけらを集めている。ただ、今の分かった。一瞬止まるんですよ。これがすごくね、インパクトがあったんで、これ完全再現したいと思います。ちょっとめっちゃゆっくりやりますよ。続く時間のかけらをあたとたとめたとと。わかりますかね。E マイ F から E G7 のところでタトタトタって感じで一回止まるということになってます。表記すると F F F で点があって G7 だからダントンダントンうんダーン A マイナー E マイ、はい、このタイミング覚えておいてください。この次もそうですからね。同じタイミングで止まってるんです。この一瞬ほんの数ミクロン止まるっていうのはこの曲ですごくね、なんかこう時間のなんかインパクトというか、なんか空間を生むんですよね。ここちょっとかっこいいです。ちょっともう一回だけ最後。続く時間のかけらを集めている。ただ、はい。こんな感じです。ここね、1番も2番もここのタイミングで止まるんですけど、まぁ、ちょっとその後じゃあ流れで行ってきましょう。で、1番の最後は伸ばすほんのり小さなところは、まぁ、これ聞いてもらったらわかります。で、サビ1、愛を一つまたね、これが疾走ビートです。これね、疾走ビート基本的なちょっと練習しておくと、A マイナーを押さえといて、疾走ビートってこうです。トトタトト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 ト。全部弾くんですよね。ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップで弾くんですけど、アクセントをつける。トトタト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 。これが疾走ビートです。これよくあるのは、トトタタトトタタになっちゃうんですけど、トトタト、最後のこの4回目がアップでちっちゃく弾くの難しいですからね。はい。それかあるいは全部ダウンピッキングも今日はいいかも。かなり安定していると思うんで、どっちでもいいですよ。やりやすい方と言ってます。とにかく、この A のように、ドゥンドゥン、ダンドゥン、ドゥンドゥン、ダンドゥン、アクセントをつけて淡々と弾く。これを忘れないでください。これで、愛を一つ、またね、またね、夜に咲く温度とともに。歌のメロディーは難しいですからね。これ淡々としたリズムで、これサビはいきますと。はい。そして、感想もそのまま言って、で、2番なんですけど、2番は、今度、疾走ビートのタイミングで、さっき1番の A メロで、ちょっと一瞬数ミリ止まったところを、毎回再現していきます。毎回っていうのは、さっきは、あのね、3ブロック目だけだったんですけど、今回は、1、2、4、6ブロック目で止まる。ちょっとね、2番やってみます。1、2、3、ちっちゃな言葉、チクチクしたの、キリがないけどさ、ダダダ忘れた振り付かれたダダダダなんだなんだ、こんな感じです。これは、練習あるのみだね。ちょっとね、そこのところやるとちいちゃな言葉チクチクしたのだけやると 1,2,3,4 って4回 F を弾いたら最後の次の G7 を1回伸ばすだけって考えるといいかもしれません。いや、やってみますよ。せーの、さん、ちいちゃな言葉チクチクしたの、わかった？F で、ダダダダ、G7? はい。Em7、Am。こっちは普通の疾走ビート。もう一回いきます。ダダダダ、ダートトタタタタタタ、ダダダダ、ダートトタタタ。これです。このタイミングさえ分かっちゃうといいと思うんですけど、ここにでも歌が入ってくるからね。歌のメロディーとタイミングもそこに組み合わさるんで、かなりの脳トレが、必要になると思うんですけど、できるようになるとこれが気持ちいいです。この一瞬パッと止まるところが、なんとも言えない味がありますんでね。はい。そんな感じで、一旦行きたいと。で、感想はそのまたガズビジョンに戻ります。優しく弾いて、あとはね、基本的には繰り返しなんですけど、ここからね、ちょっと、また面白いアレンジなんですけど、もう一回サビの2をやって、これは前半は伸ばして弾いて、後半はガズベジオでやるんですけど、またサビに1に戻るじゃないですか。その時は、疾走ビートなんですけど、今度ね、16ビートの要素が入った疾走ビート。これをやってみたいと思います。何が違うかって、ちょっと聞いてもらったらわかると思うんですけど、ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。アイボーイボーズ、またね。ダンダカダンダカダン、ダンダンダン、ダカダンダン、ダンダカダンダン、ダンダカダンダカダン、ダンダンダン、ダカダン。わかる？ダンダンダン、ダカダンダン、ダンダカ。さっきの疾走ビートって、トトタトトトタトトトトタタタタタ、
だったじゃないですか。一回目に出てきた時は。繰り返しからは、どんどんだ、たかどんどん、だんちゃかじゃんどん、だんちゃかだんどん、だんちゃかだんどん、だんちゃかだんどん、ちょっと手数が多くなってる。じゃんじゃんじゃん、じゃかじゃんじゃんじゃんじゃか。ちょっと16ビートの要素を入れていきます、ということなんです。これで、なんか最初のサビよりはちょっとね、やっぱ迫力が出るというか、なんかレンジが広がる感じがしますから。それちょっと使い分けできるようなら、ここでちょっと入れていきましょう。はい。そしてその後エンディングまでずっとその、疾走ビートに16ビートのジャンジャガ、ジャンジャガジャンジャガっていうのとどっかに入ってるようなニュアンスで、毎回入れなくてもいいですけど、まあそういうのがちょっとあるとですね、いいかなと。で、最後エンディングまで、ノリとしてはそれで、いきますということなんですね。で、やっぱこの最後の畳みかけるのラップのところとかもリズムキープですよ。これリズムキープがやっぱり難しいと思うんですからね。まあでも弾き方としては繰り返しです。コード進行もずっと同じこうループしてるね、繰り返しの循環コードなんで、こんな感じでございます。まあ、説明するとこういう感じになります。だから、ガズペジオと普通の疾走ビートと16ビートの要素がちょっと入ってきて、ジャンジャカジャンジャカみたいな雰囲気をちょっと加えた、この三段活用で、したいと思います。やっぱりね、リズムキープ。これが今日はね、やっぱりキーポイントかな。歌が難しいからね。でも一回覚えちゃうと楽しくなりますよ。さっきも言ったけど。なんでちょっとこれすぐにできるっていうよりは、やっぱちょっとある程度こうね、自分の体で染み込ませる時間もすごく必要かと思うんですけど、なかなか素敵曲ですから皆さん。あのミュージックビデオのね、なんかこう透き通る青い感じのイメージを持って弾くとまた、なおさら素晴らしいと思います。まずゆっくりでも、いいと思いますよ。ゆっくりから始めるのがポイントかもしれません。さあやってみましょう。ろくでなしのただ声一つ、ガズレレレかっこいい場所やってみる。 一つガズレレ流かっこいいバージョンやっていました。やっぱりこのフルコーラスでやりたくなる曲、もうどこもショートカットできない。感想はちょっと短くしていますけど、歌のこの雰囲気とかつながる感じとか、あと歌のもう流れるようなメロディー、すごい高音からすごい低いところまで、このレンジもすごく広くて、まあもう独特の世界観、もうねそれを胸に抱いて心込めて
演奏していきましょう。さあ皆さん、お知らせです。さっきもねちょっと冒頭にお伝えしましたけど、このイベント大阪で初開催なんですよ。 G ラボのポップアップショップ、ウクレレ G ラボのウクレレの全モデルの試奏とお試しをできるというのと、あとララポートエキスポシティ店島村学生独自オーダーのウクレレのね展示販売もありますので、ぜひ皆さん、今週末は大阪に、行ってください。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルで、どんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかタブレットに皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますので、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもねガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。